にちは、ドラゴンソイです、はい、形成専門医の山本です。翔太です。はい、今日は何でしょうか。最近エクソソーム点滴っていうのがよくあると思うんですけどこの点滴には気をつけろっていうのをちょっと教えていただきたい、うんうん、またあぶれというねえ、ちょっとこすり続けるいや、あれの僕がツイートしたせいで、うん、あの数人からお前のせいで案件飛んだんだけどっていう結構ドクターなんかのそのツイート見てても、はい、一生懸命こう火消しに走ってる先生がいるんですよね、うん、うちのエクソソームも安心です、うちのはちゃんと含まれてます、うちのはなんか、うん、あのアメリカの FDA が承認してますって、うん、そこけバカだなそう全体の頭悪い全体のトレンドとしては全然まだ下火にはなってなくて、もうみんなガンガンやってる感じ、やってんのかな、ね、やっぱその多分エクソソームで買うの売り上げを依存してるところってあったと思うんだよ、多分、ね、今更もう引けないみたいな、多分ね、あんだけ言っちゃったしって、うん、なんか国際基準みたいのをなんか自慢してくるやつもいますよね。あーあったあった、うん、あとなぜか上場企業で作ってるから安心みたいな、あそれも見た、バカなのかお前は頭悪上場企業だとなんで安心なんですかね。ほんとほんとバカだよね、上場企業がクソみたいな化粧品いっぱい作ってるじゃないですかね何の意味もない。本当だよね。ねえ、ね、上場企業って倒産するしね、うん、そうですよね、うん、大手とかでさ大規模にやっちゃってるとさ今更引けないんだろうね多分ね、うん、いやーだって僕が前行ったクリニックだってね、うん、だってもうコンデンスリッチなんてもうエビデンスないって出てんのにもう遠心分離せざるを得ないですよね。もうね機械もあるからね、うん、そうあるし、だって今までいいって言ってんのに、うん、だってあっちの方が脂肪肝細胞減っててしこりになりやすいわけじゃないですか、うん、完全に、うん、けど今更すいませんでしたって言ったらね、あ大変な損害になりますよね。そうだよね、お金返しますになっちゃうもんね、うん、そうですよね。だって僕らもベイザーとか僕もともと使ってましたけど、うんうん、やっぱり使わなくても何も変わんないって気づいちゃうじゃないですか。そうだね、うん、けど前のをいやベイザー使わなくてもよかったんで返金しますよとは言えないですもんね。確かに、たくってますすいませんなんて言ったらね一瞬でねあのクリニック飛んじゃいますよね。本当だよね。だからまあ引くに引けないってことはたくさんあるんだろうしね、うんうん、ということでクソ点滴を思いつく限りあげたいと思うんですが、クソ点滴、まあ、世の中点滴好きですよみんな、うんうん、点滴見るってなんかどこ行ってもあるよね僕は前ちょっと関わってたクリニックではとりあえずホストとかキャバ嬢の子が飲み明けに点滴しに来るみたいなクリニックがあって、うんうん、飲む前にタチを入れたりとか、うんうん、ちょっといいのかなと思いましたけど、うん、なんか一見良さそうだけどね、はい、まあエビデンスあるか分かんないけど、俺らもなんか自分に点滴するときなんとなくビタメジン入れるみたいな、うん、あれはネイチャーメイドを飲んでるのと一緒なんだネイチャーメイドサプリメントね。そうなんか脱水がね一気に補正されるっていうのが一番、結局それだよね、水分補給がダメ、一番風邪の時にも元気になる理由としてはあるから、血中ダイレクトだから水分がね、そうあんだけねチクって思いしたからにはビタミンも入れてやりたいみたいな謎の気持ちありますよね、うんうん、まあ、なんかやりたいから来る人はいるんだろうなっていう感じですよね、うん、はい、まあ、例えばその高濃度ビタミン C 点滴なんていうのは結構どこ行っても定番のやつですよね。なんかねその最近あの肺がんのリスクを上げるっていう話があったりとかして、なんかちっちゃくなんか燃えそうだなと思ったんだけど全然燃えてないっていう、うん、あんまり多分みんなビタミン C 点滴に興味がないんじゃないかなって僕は思ってます、うん、確かにね、もうされたかな、ちょっとなんかされた感じするよね。なんかがん患者さんとかも結構自費診療で、うん、やってる人いますよね、うんうん、あるある、うん、がんをそのビタミン C の抗酸化作用があるからがんをちっちゃくするっていうなんか売り文句でやってるとこあるんだよね。マジですか、ビタミン C 点滴すると、うん、そんなエビデンスないからね、うん、ちなみにないですよね。ないないない、もちろんない。でなんだったら肺がんのリスクになるかもみたいな話が出ちゃって、いいことねじゃねえか、いいことないじゃないかって、ね、すごいっすね、すごいよね。そもそもあれ水溶性だから、うん、まず高濃度でやったところで結局基本的にすぐにおしっこに出ちゃうと、ね、おしっこが黄色くなるだけっていう、うんうん、だからビタミン C レモン食べたらっていう話だよね。まあサプリ飲めば、まあそうですね、金払って美容クリニックでやんなくても、うん、家でサプリ飲めばいいんじゃない。サプリだよね、てかお菓子にもビタミン C 含まれてるからね、うんうん、間違いない、ね、これ一箱で1日分のビタミン C みたいな、うんうん、お金かけるほどの意味がまあないかもしれない、ね、そうだね、うん。アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく、お待ちしております。あとは白玉、ニンニク、ニンニク、あ定番ね、ですね。ニンニク注射はどうなんですか。ニンニク注射はあれでしょ、アリナミンって成分が入ってるんだね、うんうん、あれがなんか体ちょっとニンニクの匂いするとか言って、うん、で僕は打ったことないんですけど元気になるんですか実際。ちょっと元気になる感じがするって女の子たちは言ってたこの間。アリナミンいいんじゃないですか。まあなんか言ったことありますか。ありますね、元気になります。いやなんかあのリポデー飲んだ後みたいな感じ
じゃん、リポテンでいいじゃん、リポテンでいいじゃんって話だよね。点滴がいいんですよ、リポテンで。いやあれ気持ちの問題ですからね。気持ちの問題絶対あって、そう、わかるわかる。そりゃそうっすよ、だって点滴ってなんかこうあれじゃないですか、ファンタジーじゃないですか、普通の人からしたら。まあね、僕らだってファンタジーじゃないですか、病院行ったらね、そう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 、点滴してもらって元気になる、来た来た来たみたいな感じ、徐々に。いやどこで感じは、まあほら一応ね、医者のせ、お医者さんがさ、こうさ、小児科とかで子供にこうやって触るだけで子供が元気になるって話、ドクターズハンドって言葉があるぐらいなんで、点滴にもそういう作用があるのか、あるでしょ、絶対あるあるかな、絶対あると思う。そうだから、まあニンニク注射をしたら元気になるっていう誰かがブランディングをしてくれたんですよね、抵抗とかもしれないよね。まあ実際そのね、アリナミンっていうのが、まあいわば体にとってはまあその活性を上げてくれる、まあ例えば肝臓の分解能とかも上げてくれるわけじゃないですか、実は活性も良くなってるわけなんで、いいのかもしれないですよね。まあその瞬間効くかどうか別の話なんだけど、なんか元気になった気がするよね、アリナミン使うと。ニンニクで注射だから、もうダブルブランディング、そうダブルネームで、しかも体からニンニクのネームで出したら、もう効いてるとしか思えない、思えない。しかもなんかさ、ニンニク注射つけられるなんかこうオーガニックな感じがして、なんか体いいんじゃねえかってちょっと思っちゃうよね。ネーミング勝ちですね、ネーミング勝ちだよ。だからまあ、いや、あるとは思いますけどね、別にそんなに、じゃあまあそのすごいね、ニンニク注射をおすすめするかというと、なんかちょっとテンション上がんない時どうみたいな、まあ、お好きな人はどうぞなんで、まあレッドブルですよね、そういう意味で。まあそうだね、確かに。なんか元気出ないなみたいな時にね、一発やってみるといいかも。他には何か注射ありますか？白玉点滴よくやってる人ね、たまに言いますよね。好きな人好きだね、白玉点滴だよね。あれ白玉点滴を延々とやると、なんかどこまで松雪泰子ぐらいまで白くなれるのかみたいな。いやどうなんだろうね、あれも抗酸化作用だよね、基本的には。うんですね、うん、タッチを持ってるってよく飲み会ラインにね、よく流れますけどね。あ、 あれは肝臓の気と分解能を上げているっていうことなのかな、から、まあ、その色素というか炎症みたいのを抑えるって原理なんですか。もともとだから肝臓機能が黄疸だったんですかね、聞いてる人たちは。全然肝臓機能が黄疸だ、もともと黄色くて黄ばんでるから、黄ばんでたのが、目とか黄色かったのがタッチなんで、ちょっと肝機能があって白くなったんじゃないですか。肝機能上がって黄疸が治るから、果たしてみんなタチオンの点滴に興味なさすぎる、よくわからないっていうね。そうですね、じゃあこの白玉点滴って言われるとさ、すげえ効きそうじゃない、可愛いですよね、こんな感じだよね。いやもう最高ですよ。なんかツルリンってしたイメージあるじゃないですか、なんかこう、ちいかわって言われたら可愛い気がするのと一緒で、まあなぜちいかわだからね、そう、小さくて可愛いじゃないですかね。白玉って言ったらなんか白玉みたいになれるのかみたいな、確かにネーミングセンスですよね、かなりね。いや、でも名前って大事なんだよね。ドラゴン細いかさ、スネーク細いだったらさ、いきなり古速な感じになるんだから。確かに確かに確かに。他にあとなんか点滴調べたらありました。そう、さっき僕見つけてダイエット点滴とか脂肪燃焼注射、ですね、注射してるのに脂肪が燃焼するってのは、これまたダイエットで不足しがちな栄養を補う、それは補っちゃダメ。補ったらダメじゃねっていう、カロリー、まあ、カロリーは入ってないと思うんですけど、カロリー補うわけじゃ多分ないよね、じゃないと思いますけど、まあでもなんか糖質、脂肪が燃焼されやすくなったり、基礎代謝が上がるため冷え性改善も期待、あ、冷え性改善も期待できます。これね、脂肪燃焼注射もありましたよ、 L カルニチニンとカルニチンとアルファリポ酸の、1週間に1、2回継続的に行うとより効果的です。ここめんどくさいですね、これね、そんなにいっぱい来るの大変だね。そういうダイエット系のところは結構ほんとそういうの多いですよね、やっぱり点滴で、これ結構オリジナルの点滴をいっぱいやってるクリニックもあって、あんま名前言っちゃうとあれなんですけど、水素点滴とか全身のサビを除去、サビって、サビって、頭悪っ。悪すぎる、細胞を若返らす、めちゃくちゃだな。マイヤーズカクテル点滴、名前作っちゃった、とても強い疲労回復効果、ビタミンやミネラルが入っている、何にでも入ってますね、ビタミンやミネラル、バナナだって入ってる、バナナだって入ってる、うん、でも様々な質病に、これだって喘息に効きますとかさ、うつ病に効きますって書いてまずいんじゃないこれ、ね、あ、だから結局効きますじゃなくて、この手のやつって全部効果が期待できますって文言使ってて、だから期待はね、するのは個人の感想なんで、クソなサプリ屋と変わんねえじゃねえか、ね、ね、うん、スーパー抗酸化点滴とかね、確かにこんな方におすすめの人書いてないからね。そうなんです、確かにこれもダイエット効果も期待できる、だから期待できる、ベビーサイトカイン点滴、出た、ベビーサイトカイン、だから結局これをその煮詰めた鍋がさ、あの今のエクソソーム騒動だと俺は思ってるんだよね、わけが点滴のやっぱその集大成がさ、エクソソームとかさ、なんかに効きそうだけど何に効くかよく分かんない、エビデンスでもない、
なんかね、その検討外れなのはさ、エクソソーム自体が悪いわけじゃないだろうと、あれはその貧血症が悪いんだって、いやいやいやって話だよ。エクソソームが何に効くかもよく分かってないのに、いい加減な管理をして注射するから貧血症になるんじゃん。そうです ね。エクソソームの、ね、可能性を否定するわけじゃないんですけど、少なくともこう美容っていうね、こうなんかすごいこう市場において、エクソソームを積極的に滑るのはどうなのよって話だよね、こんなのね。バカですよね。バカとしか思わないよね。でも現状まだ進められないって言ってるだけで、別に否定してるわけじゃないですけどね。だからまして美容クリニックでやるなよって話でさ、そうそう、僕らね NMN もやりましたね。やったね。すっかりの下火になっちゃったけどね。そうですね、エクソソームに押されて。確かに。なんかけど、なんかそこら辺のなんかその学会同士というか、なんかそれを押してる、要はグループ騒動があるみたいなこともツイッターに書いてありますよね。本当なのかね。なんかこうマウンティングというか、こうモノポリ的な独占の試合があってあるみたいな、そういうのに僕らは巻き込まれてるんですか。巻き込まれてるのか、ただ横からなんかやってるだけだよ、たぶんね。まあまあ、ちなみにどっちも叩きますけどねっていう、ね、我々こう正義の何したとしてはね、そうそう、くでもないものを体に入れちゃダメよって何度も言ってるけどね、けど結構ね、あの NMN とかは著名な先生も飲んだ方がいいみたいなこと言ってるね。言ってるね、言ってる、うん、飲んだ方がいいんですかね。わかんない、どうなんだろうね、あれね。なんか著名な先生に言われると俺たちもそう、そうなのって思っちゃうから、うん、はいはいはい、俺が飲むんだったら飲もうかな、俺も。それ飲んでる、なんか健康好きそうだからめちゃくちゃな見方や。朝からサラダ食ってます。意識高いよ。朝サラダ食うやつは NMN 飲むんでしょ。いや、もうまあですね、サラダ食いましょう。やった理由ですね。サラダ食ってます。 NMN じゃ飲む必要ないですか。飲まなくていいんじゃないですか。基本的にもう医者が勧めてようが何してようが、そのデータとして揃ってなかったらね、その先生個人の感想に過ぎないんで、うん、そうなんだよね、うん、そうですよね。前なんか俺たちが調べたのもあれ、ネズミマウスの実験だったもんね。確かにね、はいはい、人間の意味ですがどこまであるのかって話だけど、そうですね、大体動物実験だったら、まあ、マウスの次に、うん、まあもうちょっと上の動物って言ったらあれですけど、うん、猿とかにやって、うん、でその後に人間じゃないですか。そうだから進んで猿の代わりになるというか、ネズミの次の段階に身を差し出すのかっていう話だよね。って話だよね。実験台になっちゃダメだよっていう。その要は例えば飲むことによって健康寿命が優位に伸びるとか、まあ、その生活習慣病のリスクが改善されるとかいうデータは別にない、マウスにおいてはあったんだよね。なるほど、うん、あと糖尿病になんだっけ、糖尿病の改善に一役買うかもねみたいな結論だったかもね、そう、この間読んだ論文ではね。よくそんなんで飲もうと思いますよね。そうだよね。すごいですよね。まあ、なぜ製品化するかっていうと、飽きると儲かるからだよね。ああ、まあそうでしょうね、うん。なんかあれなんですかね、やっぱその幼少期からの教育に問題があるんですかね、そういうの飲み始める。ついついこの塾経営者としてはね、その、なんでそんなバカがこの世の中に多いのかっていう。だからやっぱり人間はさ、健康とか長生きすることに関しては人間って重くなっちゃうんだよ、多分ね。やった方がこれ軽いから。はいはいはい。そう。なるほどね。そのおまじない的な要素に。まあ実際ね、やっぱりステージの進んだがん患者さんとかって、まあ、エビデンスない治療にも絶対手出しますからね。そりゃそうだね。必ずね。ドクターでもそういう人いるからね。まあ、絶対ね、うん。だからそれは結局、それは競技ですけど、講義になると NMN もそれの一環なのかもしれないですね。いや、全然同じだと思うよ。ああ。ゴールだよね。だから余命が、まあ言うなれば僕らだって余命40年とかなわけじゃないですか。言うなれば50年ぐらいか。40、50年っていう状態と余命数ヶ月っていうのは別に、実は地球から見たらほぼ一緒ですからね。死刑のデカいなって。だから人間っていうのは常にそういう、要は無意識に健康寿命を伸ばそうっていう欲求があるんじゃないかみたいな。まあそうだろうね。うん、社会的成功者で金がある人ほどそういう傾向あるよね、絶対ね。だからまあそれのまあ慣れの果てみたいのがもうエクソソームみたいな感じですかね。最後に残ったね。そうですね、まさに幹細胞の上世紀のようにと最後に残ったおずみがよくわかんないけど。ということですね。点滴についてたくさん話しましたけども、まあ何がベストかというと、なんかやった方がいい点滴ありますかね。逆にちょっとお勧めしてあげたいですね。いい点滴。なんかやった方がいいのありますかね。何でもいいからしんどい時にね、点滴何でもいいから入れると元気になるっていうのあると思うんで、まあそういう使い方するぐらいしかないんじゃないですかね。まああとはもうね、飲み明け辛かったら普通に点滴した方がいいですよ。それそうね。一番いい、ね、脱水がね、治りますからね。あとはやっぱ僕はほら扁桃炎の時毎回抗生剤点滴してるじゃないですか、うん、やっぱ内服よりもね、やっぱ圧倒的に切れ味がそれはそう、うん、内服ってやっぱこう胃のね吸収率だったりとか、うん、まあ、その後のね吸収の、まあ、障壁が多いので、うん、ってなっちゃうけど、点滴マジ効きますからね。点滴効くね。はい、あとはまあステロイド、ステロイド ね、ステロイドはめちゃめちゃ効く。そう、熱ちょっとある時とかに、うん、まあそのためにみんな病院に行くわけですけどね。そうだね、うん、
じゃああんまりその美容点滴でそんな強烈にお勧めするものはないということなんですね。ないね。まあ全てお好きな人はどうぞって感じだよね。まあね、うん、まあけどね、足しげくやってる人いますけどね。いるいる。だって点滴だけのクリニックがあるんだもん。だってバカですよね。僕はね、今日友達で点滴だけやってるクリニックね、大体3人ぐらい作ったやついたんですけど全員潰れましたけどね。 あったね、そういえばね、はい、サブスクのとこでしょ。必ずそういうクリニックで出るんですけど、間違いなく潰れますけどね。そりゃそうだよね。はい、そんなにニーズもないんですよね。手間もかかるしね。だしね、やっぱそのまず点滴で楽しようってやつが足げくまず通えないっていう、そりゃそうね、メンタリティの問題がね、矛盾を抱えてる。そうそうそうなんですよ。確かに確かに確かに。そう、楽して効能を得ようとしてるのに毎回毎回通わないという、痛い思いしなきゃ。矛盾が確かに確かに確かに。めっちゃ楽できてないっていう。そうなんですよ、このパラドックスを抱えるので必ずそのサブスクがうまくいかない。食べ物とかね、筋トレとかってものすごいこう、まあちっちゃい、まあ、ものを積み重ねていくわけじゃないですか。点滴っていうのはね、もともと違うんですね。ズルですから。なるほどね、はい、物腐らな人間のためのものだから、うん、通っても通えなくなっちゃう、そうですね、っていうことね。通えないから点滴をしているっていう矛盾、矛盾を絡んでいる、そうですね。ということで、はい、点滴について何の話かよく分かんなくなりましたけども、まあエクソソームクソっていうことでね、そうですね、はい、うん、どうかよろしくお願いします。お願いします。